お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日からですね、なんと新企画、視聴者デッキ動っていうものをね、はい、始めていきたいなと思います。まあこの企画はですね、シンプルです。視聴者さんからいただいたデッキをただただ使うだけ、はい、というわけで、まあやっていくんですけども、その募集のね、仕方もいくつか募集はしてるんですが、まあ、ツイッターですね、概要欄に今貼ってある僕のツイッターから、僕がツイートしてると思うんですよ。デッキ募集しますみたいな。で、名前とデッキをこう YouTube にね、紹介してもいい方は、よければね、デッキとか写真お願いしますみたいな感じで、投稿してますので、そちらの方にね、送ってもらえれば、今でも300件ぐらい来てますので、300分の1でね、あなたのデッキを紹介します。今後もね、いろいろ、続けていくので、まあ、送っててくれればいつかね、YouTube に上がるかもしれませんというわけで、まず第1弾ですね。今日こちらの、デッキでございます。さあ、アイスイズ入りのトルネがないバルーンデッキ。しかもライトニングで突っ込みどころがめちゃくちゃ多いんですけど、こちらね、なんと、ヨハルさんというね、プレイヤーのデッキでございます。最多トロ7500ぐらいね、言ってる。めちゃくちゃトロ高い。そう、こんなんでいけんのみたいなね。なんかすんごいデッキなんですけど、ちょっとまあ面白そうだったので、僕言うのがしかも好きなんですよ。なので、言うのが入ってるからこのデッキを選んだわけではないんですよね。全体わけではないんですけど、なんか面白そうだなと思って、なんか、はい、使いました。で、まあ基本的には、こう、流行ってるデッキとかはね、送ってくれてもいいんですけど、まあこういう自作デッキとかの方が僕はちょっと好きなので、まあ採用しやすいかもしれません。まあ全然こう有名なデッキとかもね、まあ使うことあると思うんですけどさ、今回相手がオーブン。オーブンも、見ない見ない、マジで見ない、今。五分小屋とババ小屋ぐらいはいるんですけど、うわ、マジかよ。小屋小屋やんけ、これマジで。小屋小屋、さあ、ホバリングマザニクとかじゃないの、どうせ。ね。いや、そんな気がするんですけど、これ、どうしようかな。なんか、いいね。スケアミ。まあ、大型にはちょっと強そうなんですけど、あいつのホバとかさ、なんかそういう系、めんどくない？よし、さ、で、まあ、ライトニングをどこに打つかですよね。小屋小屋と、マザニク、ホバ、やっぱそうですね。で、スケとエリババかな、多分。だと思うんですよ。なんで、エリババはスケルトン部隊で守って、あと、バルーンの飛ばすタイミング。うわ、マジか。待って待って待って。ヤンキーすぎ？ヤンキー、うわ、待って。え？めっちゃ焦げた。ちょっと待って、今負けかけてたね、僕今。でも相手の LJ のタイミングが早かったんですよね。危な。ラッキーすぎ？今負けかけぐらいでしたよ、僕ぶっちゃけ。LJ 止まんねえじゃんと思ったんですけど。いやー、いいですね。で、これ5分超えぐらいしかないんじゃない？サイクル的に。サイクル的に5分超えぐらいしかなくて、オッケー。あー、トルネがあんのか。うわ、マジか。うわー、しかも金起動された。うわ、マジか。いやー、小屋小屋エレジャイの、あれっすね、なんかホバリングで、まあ、ライドラがいるのか、ミニペッカがいるのか、もしかしたらメガナイトがいるのか、みたいな。僕も一回 YouTube に上げたことある、マジでイカれたデッキっすね、この。いや、めちゃくちゃいい矢の雨が。いい矢の雨すぎる。よし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 。で、まあ、ミニペッカ型ですね。よし。まあ、エレジャイにはライトニングがぶっ刺されますね。相手多分ないと思うんですよ。その、スペル的な。そう。インフェルノタワーを突破するスペルがないと思うので。よしよしよし。で、これはまあ、トルネもあるもんな。ちょっと、ユーノとか追加してあげて、攻めたいっすよね。で、ライトニングがあるかわかんないんですよね、相手が。もしかしたらあるな。いや、ある香りしてるな、すげえ。いや、ホバがいい位置すぎる。いや、でも、ホバも使ったらコストがないから、よしよしよし。で、僕はちょっとバルーン、いっぱい飛ばしまくりたいっすよね。ディガーとかがないんですけど、まあ、ライトニングあるので、ライトニング削りも視野に入れていきたいっすよね。さあ、でも暇だからザップで削っていきます。マジで。こういう削り方をしていかないと削れない気がする。で、ユーノとかをね、僕はユーノの受けがね、うわぁ、マジか。マジか。なんかごっちいの来たな。これ、でもこれ、意外と、スケルトン部隊めっちゃ頑張ってない？オッケーオッケー、いや、ナイスすぎん？これちょっとザップとかでね、おしゃれに。で、ライト打って、相手これトルネ、オッケーオッケー、いや、トルネ使わした。で、インフあれば守れると。危ねえ。で、陸がミニペがいるんですけど、ミニペさえいなければユーノがぶっ刺さります。いや、やだな、でもこれさ、ライトニング2周とかなんすよ。
これ多分バルーンからのでさ、普通に終わると思うんだけどな。防衛できますか、お相手さん。ち、暇なんでザップって。あれ、これはまあトルネでしょ。さあライトニング2周ですね。で僕このマザネクでワンチャン負ける可能性があります。エリジェを着てえな。声にはライト。いやこれ勝ったな、多分、多分ですけど。よいしょ、オーケーオーケー。よし、ザップって。やべ。いや、めっちゃいいザップ。よしよし。あ、入れてあげない。いやー、むず。かなデッキ。なんか、バルーンデッキって基本的には、やっぱりこう、ディガーが入っていたりだとか、まあ、ディガーがなくても、こう、ラバルとか、ランバーバルーンとかじゃないですか。で、バルーンを通すんですけど、今回この、バルーンをなかなか通せないですよね。まあ、ライトニングがあるから、不意打ちのね、相手が取れなければめちゃくちゃいいライトニングをかませばとか、まあ、矢の雨打っちゃえばとかはあるかもしれないんですけど、ライトニングの打ちどころと、ユーノですよね。ユーノの、どっから来たのっていうね。バルーンデッキにユーノはなかなかないですけど、まあ、僕ユーノめっちゃ好きなんでね。こう、スケルトンとかヤイゴブリンが一体ね、歩いているところをユーノで突っ込ませたり、相手のミリ残り、まあ、ユニットですね。マスケ、マザネク、エレクトがいても、端前ユーノで走らせてプレッシャー与えて、みたいなね。おは、いや、小屋が多いなぁ、マジで。マジかよ。小屋俺めっちゃ使うんすよ、僕好きだから。でも使われるとマジで嫌だ。マジで。ただのわがまま。よしよしよし。いや、これ、やる、打つか。いや、待って、え ?2 連チャン同じデッキなことある？これ1回ステーション。あ、マジ？これ、スケーリババの方かな？エレジャイ型なのか？ちょっと待って。こんなデッキ流行んないで。本当に、本当に流行んない。で、ヤザップだからきついのよ。あの、嘘、普通にきつい。しかも、タルババ？あ、これ、メガナイト、あ、あれだな。メガナイトとあと、ポイズンですね。で、マザネクザッピーホバなんですよ。多分、僕の記憶が正しければそうなんですよね。で、ロイホグとかいないんですよ。で、ポイズンなんですよね。多分。マジです、マジです。で、今、ザッピー咲いたから結構チャンスなんですよね、ぶっちゃけ。いやー、これ、でもちょっと怖えよな。ホバとマーマーはどっちか。うわ、おー、マジか、マジか。そこ届いて。そこ届いてくれんとちょっとやだな。うわ、一発入ったのでけえ。けどちょっと受け方がね、僕あのママにスケルトン部隊出すと一生豚来るので、大体メガナイトなんですよね。よしよしよし、熱い熱い。でメガナイトタルババの、そう、ユーノゴブゴヤ型がね最近ちょっといるんですよね。ちょっと新しめな。でホバがこの辺に、うん、まあまあ一回盛りましょうか。でポイズンですね。アイウェイズ左後ろ出したらポイ打たれそうだった。これライトで壊していいと思う。壊していいですね。バルーンデッキだったら普通小屋がきついんですけど、ここで壊せることはちょっと強いですよね。オッケーオッケー。さあ、まあここは相手が今タルババも使ったのでこれ焦がせますね。よしよしよし。で僕もバルーンライト、いや、ヤナミザップか。これはヤザオでザッピーを処理して、まあバルーンの爆破ダメージだけでも取ってくれればちょっとでかいよねっていう。で、ホバリングのダメージ痛いので、よしよし。で、こうやきたらライトニングゲーかな。イーベーが相手突破できないと思うんですね。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。で、インフェ置いて、で、問題は後ろのマザネクなのか、何なのかっていうところですね。これ絶対そう、タルババ来るんで、わざとね、飛ばせます。飛んでも別に焦げるんでね。オッケーオッケー。で、ここで魔女が来るんで、一旦アイビズ回収します。よしよしよし。いや、待って、豚が多いな。豚が多い。で、あれは、負け筋を減らすなら、ライトニング打って確実に処理します。で、ポイズン使って、マジをホバと使ったら次があれなんですよね、相手が。なんだっけ、ザッピーか。だから、バルーン飛ばして、いや、ザップでもよかったんですけど、一旦ステイ。一旦ステイ。これ、五分五夜読みバルーン。いや、ヤンキーすぎ？ヤンキーすぎ？絶対ヤンキーだったよな、これ。バカだったよな、俺。よしよし。まあ一回盛りましょうと。で、インフェ置いとけば、守ります。で、ライトニングやらめのダメージいくらなんだろうな。で、絶対スケルトン部隊は低めに出さないといけないですね。オッケーです。あれが来るんでね。今みたいにタルババが来るんで、相手がタルババ使うまでまあ出さないとかでもいいですね。さあ、これはライトニングで削っていきます。さあ、やらめで、
守って、いや防衛力高いっすね意外と、矢の雨ザップの。よしよし、いやしかもこれ次ぐらいのスペルで勝てますね。いいね、なんかこの矢の雨ザップがあんまないじゃないですかね。いやでも矢座の防衛力高いですね。ザッピー処理できますし、まあこれロイフォグとかいても、ロイフォグ、まあ、スケルトン部隊で守ったり、まあ、矢の雨でも意外と結構削れるんですよ。矢の雨火力高いんでね、いやいいですね。僕ユーノ好きだし、矢の雨も結構実は好きだし使うし、ライトニングとかも使うので、そうアイズもね結構なんか僕の好きな形になってるんですよねもうバルーンデッキと呼んでいいのかすごい疑惑なところはありますけどね。まあバルーンデッキでしょう。さあ今回オリだと、まあエレジャイトルネとか新鋭隊プラスのロイホグ、あとディガーだったら何いやディガーはマジでわかんないな。ディガーオリはなかなかないっすよ。まあラバーとかなのかな。あーラバホリだな。いやラバホリは結構ハズレっすよね。どうだろう、インフェとやらないもあるから、なんかあの相手の攻めはあんま通んないけど俺の攻めも通んないみたいな、そんな感じがするんですよね。さあダメージをできるだけ抑えて、次がメガゴかインドラなんですよね。皆さんはどっちだと思いますか。まあこれせめて別にコスト使ってインフェさえあれば、あの僕ラバ守れるんで、さあザップって一発ぐらい届けたいよね。よしよし、問題はこのインドラを守んないといけないのがめんどい、マジで。これインドか。さあさすがにね、インドで焦がされて終わることは避けたいで、矢の雨いいな。しかもインフェ、いやこれラバにめっちゃ強くないですか。相手これ矢の雨の存在知らないから、これではい焦げる。熱い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 なね。今の読み矢の雨はまあスケルトン舞台とか来るんじゃねって読んだんだと思うんですけど、さあオッケー、グッドゲームで相手矢の雨なんですよ。ラバ矢の雨のディガーデッキなんで、まあ、相手対空ユニットが多いとはいえ、僕がインフェルノタワーと矢の雨さえ打っとけば突破されないっていうね。でこれまあ捨てバルーンみたいなもんす。いやもう一枚、もう一枚欲しかったなこれ。相手のなんかふーんみたいな、やべ、これバルーンが落としてあれ読みだったんですよ。ゴボリから出てくるからそいつもライトニングで処理しようっていう魂胆だったんですけど、そううまくいかんかったですね。まあ、でも相手矢の雨なんで、これ一生このインフェと矢の雨で守れます。それはババはうまいですね、タゲ取り。さあここはね押さえて、でインフェが残れば熱い。インフェなんなら残りそうになかったら無理やりザップとかで延命してもいい気がしますね。でなんなら矢の雨もこれ打つ必要がないですね。オッケーオッケー。さあなんかアイスイズ2体目来ちゃったな。であれはねバルーン飛ばしても結局ねなんか来るんで、よしよしよし、一回ライトニングとかでごちそうになってね。これわざとスケドラから溶かすっていうのはどうかな、危ないかな。言うのでね、これで相手陸使わないとやばいよっていう防衛でね。でここで言うの出したことによってタゲを取れて時間稼げる、かつ相手にね攻めさせないというかね。オッケーオッケー、いいね。いや余裕だなこれ。でも負ける未来が見えないですもん僕、ぶっちゃけとか言ってたら負けるっすよねよく本当に笑えないからな。いやマジでさ、インドラ一生邪魔なんだよな。これさライトニングでこの辺につけたら、うまって神ライトした、ゴボリが来る、おー釣れない、オッケー、あっつ、いやめちゃくちゃいいね、ライトニング神すぎん。いやいいっすねこのデッキ、おもろいな。まあみたいな感じでちょっとね皆さんのデッキをちょっと使わせてください。まあなんかいろいろねこのデッキどんな感じで使ったらいいのか分かんないです、使ってみてくださいっていうパターンの、応募してくる人もいれば、どんぐらい上で通じるのかとか、ラットさんだったらどうやって使うのか、まあ、みんな的になんかねアドバイスを求めてる人もいれば、どんな感じ、なんかいろんな募集の仕方があるというかね、なんて言うんだろうな、ちょっとむずいんですけど、意見があるので、まあ、アドバイスというか勝手にこう僕は言っちゃうんですけどね、このデッキこっちの方がいいんじゃないとか勝手に言っちゃったりするかもしれないんですけど、まあそこは許してください。はい、僕の勝手なねアドバイスを、まあ、無視していただければいいです。なんかちょいちょいねこのデッキめっちゃ弱いじゃんとか
あ、言うこともあるかもしれません。バック強いじゃんっていうこともあると思うんで、まあそこはね、はい、皆さんのデッキ次第みたいなとこあります。さあ、ナイトメガゴインフェか。いやでもこれライトニングがね刺さっちゃうんですよね。でメガゴ使った、あ、フリーズか。さあ、インフェメガゴナイトのフリーズとくればもうデッキは一つスケラーっすね。さあ、まあまあ同じやな、同じような感じですね。インフェインフェで、いや全然違えかフリーズじゃねえな、ライトニングだもんな。まあ、インフェが共通してるぐらいですよね。で、ナイトメガゴ、メガゴがちょっと厄介なのかな。さあ、メガゴ。で、ここで言うのは、右サイドに出しても、あのメガゴに踏み潰されちゃうので、まあ、逆サイドに出してあげてね。さあ、これむずいね。多分、スケラーだと思うんだけどな。インフェ、メガゴ。うん、そうっすね。さあ、まあ、ここは、どうせ、暇になるし、バルーン飛ばしてついででね、ライトニング打っちゃおう。いや、これちょっと早かったのかな、ライトニング。もうちょっと遅ければ通ってたみたいな気もしないことはない。で、右サイドは一発ぐらいなら受けていいですね。さあ、でこれ柳使ったら次のスケラ怖いですよね。なんでちょっとだけ警戒します。端前とか来たら止めたい。さあ、まあ、体育メガゴだけっすね、相手は。メガゴだけなんですけど、そのメガゴがすげえ厄介。さあ、足前止めて、で、下は他のユニットプラスのザップですね。フリーズが絶対来る。よし。さあ、まあ、ちょっと守れば、あとはどっちに行くかっすよね。これ、D が欲しくなるな。まあ、言うのは飛んでくれたら神なんだけどな、マジ。さすがに飛ばせない。あれ、相手なんかやってね。いやいや、しかもライトニング入る。あのミリ残りインフェに穴埋とか打てたら、今多分タワー落ちてましたね、ぶっちゃけ。で、ここはもしかしたらフリーズも来るんで、一応ね、まあまあ、そこそこに警戒して。いいね。流れとしては完璧。で、なんならああいうボーラーもインフェ置いとけば相手突破できないんだよね。まあ、逆サイナイトスケラーとか、まあいろいろ可能性はあるけど、ザップとか穴埋さえ残しておけば僕は大丈夫なので、もしかしたら、穴埋とか飛んでくるかもしれない。いや、これちょっとやべえな。ほい。オッケーオッケー。ヤンナーメがね、意外と優秀。いや、これ暇になるな。ライトニング削りやっちゃう ?2 周できるっすもんね。鬼防衛します、マジで。超気合の防衛します。さあ、まあ、ヤンナーメあれば守れる理論。ヤンナーメあれば守れる理論。さあ、ヤンナーメあれば守れる理論。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。アイウィズ?おじさん?おじさん頑張れ。ライトニングまで耐えて。スケルトン部隊とか追ったけど、さすがに大丈夫よな。オッケー。いやー、危ね。危ないですが、いいですね。ライトニングいい味出してますね。インフェ突破できるし、防衛でも強いし、最後の削りでもあるんで、まあ、ディガーでね、普通は削ったりするところができない分、ライトニングでね、結構カバーしてる、このね、バルーンデッキというわけで、まあちょっとね、はい、今後もこの視聴者さんのデッキいろいろ使っていくと行こうと思うので、Twitter の方にね、ぜひ、皆さん画像の方よろしくお願いしますというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。